ドラゴンボール Z でおなじみ、ナッパ様だよろしくドラゴンボールスーパーの力の大会、あれにはおそらくみんなが見落としている謎のルールがあるんだ。それは、全宇宙のものが平等に戦えるために、そのものが生まれた星の重力がかかって戦うという、そういう謎のルールがあるんだ。そこで、よーく考えてほしい。惑星ベジタの重力は地球の10倍ある。 ベジータだけ10倍の重力かかって戦ってるんだよ。すげえハンデだと思わねえかまあ、他の宇宙の奴らがどんな重力で戦ってるかわかんねえ。まあ、フリーザもわかんねえ。ひょっとしたらあれだけチートなのはすごい重力で生まれたのかもしれない。それは置いといてだ。ベジータは間違いなく10倍の重力がかかっている。地下の大会に出た選手は、まず地球人、仮仙戦人、天津藩、クリリンは普通の重力。そしてナベック星人ピッコロもおそらく 地球と同じ重力だと思う。そして孫悟飯はサイヤ人だが地球生まれたので問題ない。そして17号、18号も問題ないよな。そしてカカロットが微妙なんだが、あいつは生まれた時は惑星ベジータで、ちょっと微妙だよな。まあ、でも、ほとんど地球で育ってるから、地球なのかなっていう考えもしないでもない。少なくともベジータは惑星ベジータで生まれて育っているので。 10倍の重力がかかって、力の大会戦ってたんだ。恐ろしい派手だよな。さすがベジータ。10倍の重力をかかっていると感じさせず戦っているとは。さすが誇り高き、サイヤ人の王子だぜこいつが、おいらの神チェーン。